うん、昨日より朝の元気はありますね。どうぞ。緩いからね、気をつけて、うんうん、同じ量なんだけど、緩いからね、ちょっとね、うん、ベロが出てきて、うん、おしっこ買ってなくて、はいはい、ね、おしっこ、おしっこ出ないんだね、ちゃんとね、出たね、あと赤ちゃん帰りだね、うん、いつに大人になるんだか、出たね、ちっこね、はい、出た、ね、ちゃんと定量飲んでおきましたね。やっぱちょっと体調が悪いと、そのなん体を作るよりなんかね、なんで真ん中に乗っかってくれ、落ち着かないんです。よいしょっと。はい、キープ700ですね。はい、オッケーオッケー、食べてるからね、はい、どうぞ。疲れちゃった、疲れちゃったよね。ちょっとまだかったるいな、二十歳病院だからね。あっちにいるのはキリコさんなんですけど、ちょっと出てもらえませんかね。あんたたちいるとさ、ねえ、ガサガサをやるからさ、わかりましたよ、わかりましたよ、で。エビちゃんわかるね、言葉ね。見て、キリコさん見て。10時前です。おやつ食べてますね、みんな。キリコはちょっと風邪気味なんで、早めにちょっとお薬を飲ませました。シャンプーしなきゃいけないんで、まあもう元気、食欲あるうちにやっぱり薬はですね、飲ませた方がいいとは思います。はい、11時半です。今からちょっとお外を取って、何やってんだ、そこ。その後ですね、さんちゃんを連れて病院に行ってきます。デリーン。はい、天気は良くなりましたね。晴れてきてたけど、ですね。すごい。
北紫外線は強いですね。さあ、みっちゃんはそこの下に入ってますね。よし。あ、いや、洗濯物干すので、ちょっと戻って慌てて干してから、家に行こうと思います。いや、あ、いや、ほら、紫外線強いわ。はい、画面中央に船ですね。久しぶりに、長行きの船、入ってくれることになってます。曇ってますけど、まあ、こっちカメラ振ってくるとこう生えてるとこが出てきますね。よいしょ。今日はモンコを切ってあげました。あげましょう。はい、洗濯物をして病院行こうと思います。よいしょ。時間はないうちに病院に行きますね。よいしょ。ちょっと昨日車に酔ったみたいで、まああんまり車のとこ医者も行ったことないのでなんですけど、はい、出て出て、はい、よいしょ。収録はね、ちょうどお昼寝タイムなので静かでよかったです。はい、こまちゃん、じゃあ病院行ってきます。はい、着いたよ。ぴょん。昨日痛かったんでね、今日は大丈夫かな。ちっくん、今日は大丈夫だ。はい、ありがとうございます。そう、よいしょ。今日は大丈夫だったね。はい、2時20分です。昨日の朝心配された前足を引いてたやつも、やっぱり熱のためなんかフラフラしてたんだと思います。だいぶ、というか動きは元に戻ってますね。あとは食べてくれたらで、ね、いいと思います。よいしょ。はい、じゃあ今からミルク、よかったね。はい、ミルクします。はい、ミルク 6g、お湯 15cc、ロイカナムース、25g ですね。ミキサーで、ロイカナするとやっぱり飲みやすいですね。飲むのも早いし、ただもうちょっと本当に入してほしい。で、調子が良くなってきましたね。42日目です。全然秋が違いますね。抵抗もするし、ちょっと一安心です。うん、よかったね。はい。プリプリ。かわいいね。やっぱり腸毛腫だそうですね。先生も見て、先生のとこ行ったのは、実は昨日が初めてで、まあ乳児にしては珍しく一度も、行ってなかったんですけど、ちょっと車酔いしましたけど、はい、なんとか、まだちょっと予断は許しませんけど、休みていきたいと思います。次はまた8時半ぐらいですね。まだ2時半です。はいはい、お部屋帰ろうね。外の気温は、24度表示になってますね。ちょっとヤギさん久しぶりにちょっと水をあげてこようと思います。あ、ホカペの方はもうこのままつけておいていいかなと思いますので、今日は非常に過ごしやすいです。洗濯物ももう乾いてるかなと思いますね。3時には、今日はぴったり始められます。あ、みじゅ、おみじゅ、はい、はい、おい、いいの。
置いとくよ。よいしょ。はいはい。お水。違うの？汚いの？暑くないか？これ。ちょっと危ない。またやられる。3時50分です。チビたちちょっと先にあげちゃおうと思います。あ、まあそんなにたくさんはないんですけど。あげちゃって。よいしょ。あら？どこ行った？あら？これはコマちゃん、エビちゃん。エビちゃんどこ行った？エビちゃん。いた。おいで。キーちゃん。キーちゃん。はい、キーちゃん。はい、はい。あら？エビちゃん、どこで6匹入ってますね。よしよし。もう入ってってくれ。あとは、あら？クキさんなんですけどね、クキさんどっか寝てんだな、またな、ガビガビ。クキさんも行こうか。行く。はい、どうぞ。これ先上げて、次は、こう目のを作って、もう結局3時だな。はい、米ちょうど3時ですね。やっぱり個別にやってると時間かかりますよね。まあチビたちが概ね終わってるんで、あとはロコちゃんのところに混ざっても、混ざりたい子は混ざって食べればいいって感じなんで、よし、さあじゃあもう普通のご飯を始めちゃいます。まだ3時ちょっと前ですね。猫ちゃんとかで食べてます。はいはいはい、夕食です。よしよし。よしよし。あれ、第一人分は12皿ぐらいしか作らないで、水の近くで食べてもいいんだよな。1、2、3、4。はい、すぐだ、こっち行こうか。どうぞ。よし、よし、集めましたね。よし、これで少し編集に入れますね。大概みんな食べたんで、はい、はい、解放しておきます。もう何を食べても自由ですよ。この子よ、結構食べてくれれば。次、どこ行ってお水を飲むのは何だろうか、もう自由です。さあ、まだ3、まだ3時ちょい過ぎですね。わあ、はい、痛い、いや、やめてくれ、ズボンこれしかないんだ俺、やめてくれ。こっち食べてくれ。でもお腹いっぱいになると思いますね。よし。キリコさん、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあ3日間ぐらいお薬は飲ませると思います。第2陣も入れといて、残りを全部食べてもらってですね。あ、エルもおいで。エルも。はい、乗ろう。乗ろう。来ないとまた遅くなるよ。いいの？結構出るな。はいはい。白田君も出て。はいはい。入れ替え。はい。あんちゃんも行く？あ、あんちゃんずっといたもんね、うちにね。いいよ、行って。はい。はいはい。はい、どうぞ。お天気いいからね。はい、城田くん。しっぽよ。城田くん。よし。はい、5時、15時、3時45分ですね。第3陣を入れます。はい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 、ウリ、出て。なんでウリ出ないの？マロ入って。はい、さっちゃん。はい、まる。はい、ポコが入ってきた。レインも返した。はい、おいで。出る？はいはい。はい、第2陣ですね。珍しいの、ヨンちゃん。ヨンちゃん、これ食べるのは珍しいでしょ。はい、どうぞ。よいしょ。
終わり。なんで寝食いしてんだよ。いつもと同じように思えるんですけど、実はですね、もう編集がこの三人とポコちゃんを入れたらもう終わりなんですね。よいしょ、音入れも、字幕もみんな入ってるので、ポコちゃんもう一本前でようか。よいしょ、はいどうぞ。ジュリーさんたちも食べてよ。食べたかったら。一皿大皿で作ろうか。ええ、ね、はいはい、ケロちゃん。よいしょ、ケロちゃんじゃない。クッキー、食べて。こっちも何かあるよ。食べてるのかな、食べてる。これ揃って食べるのもあと本当、今日は22。あと、10日ないですね。10日切りましたね。まあ、冬の間はそんなに、増えることもないので、12月1月っていうのは新しい子が来たっていうのはほとんどこの初めてから2匹3匹、まあ、ネズミ捕りにかかったことがありましたけど、まあ譲渡することができたのが誰だっけ、小麦ちゃんかな、ゆずちゃん、小麦ちゃん姉妹のですね、大晦日に来た子ですね。はい、じゃあこれで、ロコちゃんが安定してるのは本当助かります。キリコさんは満腹ですね。